皆さんこんにちは、こたつマニア、です。1月25日、日本では、石ノ森章太郎誕生記念日、です。おめでとう、すべての、石ノ森章太郎マニア。1954年から活躍された、漫画家で、その作品群は日本のみならず、世界中にマニアがいるみたいです。昭和のちびっ子を夢中にさせた、数多くのヒーローたちや、ホテルの従業員にスポットを当て、訪れる客らの注文やトラブル、そこから生まれる人間ドラマが、現代社会に生きる私たちに心地よく刺さる。そんな大人も楽しめる作品などなど、彼が描く多様なジャンルから、漫画の王様、と評されたそうです。そんな、石ノ森作品、を、ノマドスカルプトでコネコネ、レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。ヒーローが生まれた。時は1971年、日本。有能な若き科学者の主人公は、その頭脳と優れた体を狙われて、悪の秘密結社に囚われちゃいます。バッタの能力を持つ、改造人間として改造されるのですが、脳改造されちゃう直前に、悪の組織に協力させられていた博士に救われます。その特別な体を武器に、悪と戦うために変身するのでした。いつまでもちびっ子の皆さん、ご一緒に、ライダー、変身。人気のテレビヒーローですが、彼の描く漫画、仮面ライダーは、チャーミングなキャラクターとモノクロの世界で、不思議に恐ろしくて美しく、そして切ない。怒りによって浮き出ちゃう？体と心の傷を仮面で隠して、正義のために戦い続ける若き主人公。恋もたくさんしたかったでしょうに、ねえ。子供の頃、石ノ森さんは将来、映画監督になりたかったそうですが、外出もままならない、病弱な姉のためにと、学校や外での出来事を絵にして、彼女に見せていたそうです。おそらく、お姉さんは、彼の描くラブレターを心から楽しみ、時に励まされ、
次の作品を待つ最高の読者だったはず。そうやって、小さな漫画の王様は当時から、人を幸せにする方法を磨いていったのではないでしょうか？王様はいなくなった。王様のいなくなった世界でも、王様の描いたヒーローは戦っています。物騒な武器など使わずに、王様に教えてもらったキックやパンチで、大好きな王様の玉座を守っておられます。お粗末様でした。